今注目のニュースを私が深掘りするニュースの現場。今日はコロナ禍前の勢いを取り戻しつつあるインバウンド需要です。取材を進めると私たち日本人が驚くような意外なスポットが人気を集めていました。福岡市の観光名所福岡タワー、今日展望台を訪れてみると、天気はいいですが景色は霞んで見えません。黄色く霞んだ福岡市内、今日県内では今年初めて黄砂が観測されました。福岡タワーからも見通しが悪い状況となりましたが、展望台には大勢の外国人観光客が訪れていました。 Where are you from? I'm from South Korea. 福岡タワーが福岡에서그래도대표적인명소기도하고유명하다고해서。韓国からの観光客です。福岡タワーでは現在来館する半数近くが韓国からの観光客だといいます。コロナ禍前の水準ぐらいに戻ってきてるんではないかなと。先月日本を訪れた外国人はおよそ148万人、その4割近い57万人が韓国からで最も多くなっています。福岡の街中で今や見かけない日はないと言っていいほど行き来が活発になっていますが、その楽しみ方は福岡の意外な場所へと広がりを見せています。博多区のお店の前には多くの方が行列しています。福岡を訪れる韓国人観光客の間でブームになっている意外なグルメとは。福岡市のキャナルシティ博多に来てます。で、今日平日の水曜ですけど外国人の方やっぱり多いんですが、中でも特に多いのがやはり韓国人の姿なんですね。キャナルシティ博多では今年に入って韓国からの観光客が急増、来店客全体の2割を占めるほどだといいます。そんな韓国人観光客の目当ての一つが、日本人には馴染み深いスポーツメーカーの店です。それがこちらキャナルシティの中にある人気のシューズショップなんですけど、韓国の方がですね商品選んでるんですね。日本のアシックスが展開するブランド鬼塚タイガーです。この店を訪れる外国人客の半数以上は韓国からだといいます。なぜ今韓国の人に鬼塚タイガーが人気なのでしょうか。何で韓国에서인기인데요。그냥편하다고할까요。되게편하고그냥신었을때딱감기는느낌이런게있는것같아요。鬼塚タイガーのシューズは軽くて歩きやすく履き心地がいいことが魅力だといいます。中でも人気があるのが、1968年のメキシコオリンピックで日本選手団が履いたシューズを復刻したメキシコ66モデルです。韓国の有名人が SNS などに履いている写真を投稿、若者を中心に一気に人気が広がったといいます。꾸미는거좋아하는사람들이많이신고다니죠。수량이적어가지고좀구하기가어려운부분이있어가지고일본에오면은수량도좀넉넉하고해가지고일본와가지고관광상품으로많이사가고있습니다。さらに福岡市内の飲食店では、博多区のお店の前には多くの方が行列しています。店の前に並んでいたのは全員が韓国人観光客です。そのお目当ては、目の前で焼かれる熱々のお好み焼きです。25席ある店内は満席で、ほぼ全員が韓国人でした。どうして数ある福岡のグルメの中でお好み焼きなのでしょうか。
유튜버에서 맛집이라고 소개가 되어서 한번 와봤어요. 책에서는 좀 기본적인 상식들이나 큰 지도 이런 거는 많이 정보를 얻는데, 최근에 뭐 유명해진 맛집이나 이런 건 아무래도 브이로그에서 더 많이 소개가 되는 것 같아요. 인터넷 구글 같은데 후쿠오카에 오게 되면은 무조건 와보라고 하는 경우도 있었고, 주변 지인들도 여기를 방문해 보라고 권유하는 것도 있었습니다. 일단 구글 지도 맵으로 찾아가지고 맛이 있다고 해서 왔거든요. 한국에도 오코노미야끼랑 비슷한 요리가 있어요. 오코노미야끼에 약간 해물이 들어가는 거잖아요. 그래서 약간 빈대떡보다 좋아하는 사람도 많이 있어요. 저 같은 경우는 좀 더 여기를 좋아해서 이곳을 찾게 되거든요. 한국인 관광객은 旅行先の詳しい情報を SNS などで 入手、 ガイドブックに載っていない店を 事前に調べて訪れているのです。 そこで今、福岡では お好み焼きを食べることが ブームになっています。 ちなみに韓国といえば ソウルフードに チヂミがありますが、 부침개 같은 경우는 집에서 이제 엄마가 부엌에서 만들어서 식탁으로 갖다 주시는 건데, 이런 데서 먹으면 카운터 자리나 뭐 테이블 자리에도 철판이 준비가 되어 있어서 또 보는 재미가 있는 것 같아요. SNS야 口コミで 目の前で 豪快に焼いてくれるこのお好み焼き店の評判は広がり、 現在客のおよそ8割が 韓国人だということです。 店側は今年に入って急激に増えた韓国人観光客に驚いています。 SNS の力で 動画撮ってたりとかインスタ上げてくれたりしてて、そこから来る方も結構いらっしゃいます。韓国の人にいっぱい来てもらって、うちの料理いっぱい知ってもらって、 今後福岡でもさらに外国人観光客が増えることが予想される中、 SNS の活用がインバウンド需要を取り込む鍵になりそうです。本当に日本人として福岡県民としても知らないようなところも韓国人側が 自主的に開拓してて、ちょっと逆転現象もね起きつつあるんですけど、さらにですね、意外な人気を見せているもの他にもありまして、こちらです。まず日本のこれコンビニの写真なんですね。インスタグラムで今あのハングルで日本コンビニって打ち込むと大体5万件ぐらいヒットするんですよ。でこうやって商品とか感想とかバーッと載ってるんですけど、これ今ね背景とされてるのが、例えばアイドルグループの TWICE のメンバーがですね、この日本のコンビニを訪れた時に日本のコンビニの商品はもうレベルが高いと、とにかく美味しいって言って SNS にアップして、それを一般の韓国人が真似する形で日本のコンビニブームになってるという形なんですけど、さらにですね、ちょっと動画を持ってこちらご覧ください。 はい、これ韓国人のユーチューバーの動画なんですけど、日本のコンビニでですね、もう大量買いしてきてお菓子とかこのラーメンとかで、これをもう延々と食べ続けると、ずっと食べるだけの動画なんですけど、もうこれが半年間で数十万の再生ということで、大バズりしてるわけなんですね、韓国でね。じゃあ今改めて外国人観光客どれくらい戻ってきたかの数字を見ていきますと、こちらです。 日本を訪れた外国人観光客の月ごとの数字ですね。でこのもちろん高いところはコロナ禍前なんですが、最新の数字、今年2月の時点で外国人全体で大体148万人ぐらい国内に来てます。でこれがコロナ禍前の5、6割ぐらいまで回復してます。で赤い方がそのうちの韓国人の数でして、最新でおよそ57万人なので、 要はこの辺りと比べると分かるんですけど、もうコロナ禍前の8割ぐらいまではもう韓国人戻ってきていると。そして全体の大体 40% ぐらいを今韓国人が占めているという状況ですね。いわゆる中国人がまだ本格的に戻ってきてないんで、やっぱり今韓国人が主流だということですね。でこの今の状況、韓国側でどう伝えられているかちょっと気になったんで今日見てきたんですけど、韓国メディアはねこう伝えてます。 日本人気の全盛期に入ったとも言えると。で2019年以降のノージャパン運動、反日不買運動からの反動と、さらにはコロナ禍で抑圧されていた日本旅行の開放、
この2つが今爆発しているんだというふうにこう分析しているわけですね。で確かにこのノージャパン運動の時私特派員でソウルいましたけど、うん、確かになかなかの空気感で、うん、日本旅行にも行くな行っちゃダメだっていういわゆるそのトーンがあったので韓国の若者たちが日本旅行行きはしてるんですけど炎上しちゃうのでインスタに写真上げてなかったんですよ、うん、行ったら炎上するかですね、うん、載せたらそれぐらいの激しい同調圧力があったと、うん、そこからのやっぱり今反動がある。さらにこのノージャパン運動で日本に行かなかった流れからそのままコロナ禍に入っていったので我々が思っている以上に韓国人の中では日本行きたい欲がもうかなり溜まっていたんじゃないかという見方があるわけですね。で今後なんですが中国人が本格的に日本に来るようになるのはまだちょっと時間がかかると言われてますんで、まあ、今後もしばらくはですね韓国人がインバウンド消費を引っ張っていくという形になりそうです。以上ニュースの現場でした。